はい、どうも、エキゾチックホットです。今回は、前から言ってた通り、ヒョウモントカゲモドキ、一般的に、レオパと呼ばれる、トカゲさんをお迎えしたので、紹介していきたいと思います。今回お迎えしたのは、こんな感じ、こんな感じの子になります。で、実は1匹だけじゃなくて、1匹、2匹、3匹、4匹、全部で合計4匹、ヒョウモントカゲモドキ、レオパさんを、お迎えしてます。それでは、早速なんですけども、この子たち1匹ずつ見ていきながら、この前用意した飼育ケースに、入れていきたいと思います。はい、じゃあ、この前用意した飼育ケースに、キッチンペーパーと、あとは水入れを入れて、水を入れていきたいと思います。はい、じゃあ、この前用意した飼育ケースを準備して、そこにキッチンペーパーを入れて、あとは水入れを入れて準備していきたいと思います。今回使う水入れの容器なんですけども、実はまたこちらも、某100円ショップさんで、購入したんですけども、実はこんな可愛い、小さい水入れというか、小物が売ってました。こっちがおにぎりの形で、こっちがこう梅干しの形になってます。今回は、これを使用していきたいと思います。それでは、飼育スペースを準備していきたいと思います。はい、じゃあ飼育スペースが、大体出来上がったので、今度は、レオパさんを、見ていきたいと思います。まずこの子は、ヒョウモントカゲモドキ、レオパの、ハイイエローのメスになります。まだそこまで、大きくないので、まだヤングアダルトっていう感じになります。まだまだ大きくなるような感じなんで、ちょっとずつ大きくなっていくって感じになります。じゃあこの子を、飼育スペースの中へ入れていきたいと思います。じゃあそれでは次の子に行きたいと思います。それでは次の子は、こちらも、ハイイエローで、同じ先と同じ色の、ハイイエローで、オスになります。この子は男の子です。この子もそこまでまだ大きくないんで、ヤングアダルトって形で、これからまた少しずつ大きくなっていく形になります。で、中に入れていきたいと思います。それでは次の子に行きたいと思います。次の子はちょっと、大きい子になります。この子も、同じ、ハイイエローなんですけども、この子は、メスですね。メスで、あとはエクリプスのちょっと血が混じっているんで、この子自体はそのエクリプスっていうのはあれですね、目が黒くなる、基本はレオパはこういう感じで見てもらうとちょっと分かるんですけど、ちょっと見づらいんですけども、目がこう猫のようにちょっとこう細くなったり、もしくは丸くなったりこうする形なんですけども、この子はエクリプスっていう、黒目ですね、真っ黒の目になるような、遺伝子も持っている感じなんですけども、この子自身は、そうではなくて、ただ単に、ハイイエローの色をした、メスという感じになります。レオパさんのメスです。
でこの子はある程度大きいんで、もうヤングアダルトではなくフルアダルトという感じでちょっと大きいです。これさっき見てもらったら分かるんですけど、さっきよりも結構大きいという感じで分かります。結構大きいですね。でこの子も中に入れていきたいと思います。それでは最後の子に行きたいと思います。最後の子も、実は、ハイイエローに近い、色なんですけども、この子自身は、あれですね、エクリプスなんで目が真っ黒です。さっき紹介したエクリプスなんで目が、猫目ではなく真っ黒の目になります。でこの子自体も結構ある程度大きいんでフルアダルトって形になります。この子も、実はメスになります。なんで、今回はメスが3匹オスが1匹のお迎えになります。じゃあこちらの、2匹にまず、お水を足していきます。はい、じゃあ今回は、こんな感じで、4匹の、レオパさんをお迎えした動画になります。また、ご飯をあげる動画であったり、また1匹ずつもしかしたら紹介する動画を作るかもしれませんので、またよろしくお願いします。じゃあ今回は、この辺りで、終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。